ニコラグルビッチは、セルビアの男子バレーボール選手、指導者、ズレニャニン出身、ポジションはセッター、元セルビア代表、ユーゴスラビア国内でのプレーを経て、1994年に、ボイボリナ・ノビサドからイタリアセリエへのモンティキアーリエ移籍。1995年に、ユーゴスラビア代表に選出され、1996年、アトランタオリンピックで銅メダルを獲得した。 1997年欧州選手権では準優勝に貢献し、同年欧州バレーボール連盟の年間最優秀選手に選出。ヨーロッパナンバーワンのセッターとして出場した1998年世界選手権で銀メダルを獲得した。1997年から在籍したセリエ A クーネオでは1999年にコッパイタリア優勝。 トレビーゾ在籍時の2000年にもコッパイタリア優勝を飾り、トレビーゾでは1999の2000年欧州チャンピオンズリーグ優勝を経験。同年ユーゴスラビア代表として兄ウラジミールグルビッチと共に2度目の出場を果たした2000年、シドニーオリンピックで金メダル獲得に貢献した。トレント在籍時のエヌグルビッチ金メダルを獲得した、シドニーオリンピック以降の2000年代初頭は、 世界一のセッターとして国際的に高い評価を受け、初優勝を飾った2001年欧州選手権、2003年欧州選手権と同メダル獲得の2003年ワールドカップでベストセッター賞を受賞。セルビア・モンテネグロ代表のキャプテンとして2004年アテネオリンピックに出場した。2005年に種子の怪我や足首の故障に相次いで見舞われ、 三大会連続ベストセッター賞を受賞した2005年、欧州選手権の後、翌年にアキレス腱の手術を受けたが、その後もベテランセッターとして活躍し、2008年北京オリンピックにセルビア代表のキャプテンとして4大会連続オリンピック出場を果たした。2007年からはセリエートレントでプレーし、2007から2008シーズンのリーグ初優勝と、 翌シーズンの欧州チャンピオンズリーグ初優勝に貢献。2009年に移籍したクーネオにおいても、2009から2010シーズンのクーネオのリーグ初優勝に貢献した。自国開催の2009年ワールドリーグでは2大会連続準優勝とベストセッター賞を受賞。37歳での出場となった2010年世界選手権では1998年大会の銀メダル以来、 三大会ぶりとなる、銅メダル獲得とベストセッター賞を受賞した。1995年、2013年にロシアスーパーリーグのゼニトカザンへ移籍し、自身にとって三度目となる、リーグ優勝を果たす。現役引退後の2014年5月、セリエ A のシル・サフェーティ・ペルージャの監督に就任し、指導者としてのキャリアをスタートさせた。2015年2月、 セルビア代表監督に就任した。2016年7月、グルビッチはバレーボールで遠道入りの栄誉に良くした。ありがとうございます。